3、私がハリス一家の年代記にどれほど影響されたかは十分想像できるだろう。この途切れのない記録の中に、私の知る自然とはかけ離れた何らかの邪悪が住み着いているように思われた。明らかにその邪悪は家族ではなく家に結びついていた。おじが集めた他のデータ、召使いの噂から書き起こした言い伝え、新聞の切り抜き、専門医が提出した死亡診断書等、はここまで組織立っていなかったが、先の印象を堅固にするものだった。おじは疲れを知らぬ考古家であり、また生まれた家に深い関心を持っていたので、それらの材料すべてをここに記すことは望むべくもない。しかし若干の重要な点については触れておこう。多くのバラバラな情報源から得られた報告の中で、共通して何度も現れるため注意を引いたものである。例えばその家のカビ臭い地下室が、邪悪な影響の主たる源であるとする点で、召使いたちの噂話はきれいに一致していた。召使いの中には、特にアンホワイトがそうだったが、地下の台所を決して使おうとしなかった者がおり、少なくとも3種類のはっきりした言い伝えが、木の根やカビの斑点の形から見て取れる、奇妙な人間もどきのあるいは悪魔めいた輪郭と関連していた。後者の話は少年時代に自分が見たものを説明しており特に興味深かったが、いずれの場合も、地元の幽霊伝説からの付け足しが多すぎて重要性がうずもれてしまっていると感じた。エクセターの迷信のせいで、アンホワイトは最も突飛な、と同時に最も一貫性のある話を触れ歩いた。家の下に吸血鬼。死後も身体の形を保っている死者で、生き物の血液ないし生命力によって生き、夜になればそれらの大群が捕食者の姿または霊となって外を出歩く。が埋葬されているに違いないと言い張ったのだ。祖母の言うには、吸血鬼を滅ぼすにはそいつを掘り出して心臓を焼くか、少なくともその臓器に杭を打ち込まなければならない。案が搾取された主な理由は、何と言っても地下室の下を調べろとしつこく要求したことだったのだ。彼女の話は、しかしながら、広い聴衆の注意を引き、その家の敷地がかつての埋葬地だったことからよりたやすく受容された。私からすると、彼らの興味はこの状況よりもむしろ、他の物事と奇妙によく符合している点によっていた。例えば出て行った召使いプリザーブド・スミスの不平である。彼が働いていたのは案以前であり、彼女の話を聞いたことはなかったが、夜間何かが彼の、息、をすすると言っていた。また1804年にチャド・ホプキンス医師が交付した熱病患者たちの死亡診断書によると、死亡した4人はいずれも説明不能な血液不足状態にあった。さらに、哀れなロビー・ハリスの不明瞭な上言がある。その中で尖った歯とガラスのような目をしたハンカチの存在が来ると文句を言っていたのだ。迷信にとらわれていない私ですら、これらの事柄によって妙に興奮させられ、それは生まれた家で起きた死についての、大きく時を隔てた一対の切り抜きによって強められた。一つは1815年4月12日付、プロビデンスガゼット&カントリージャーナル誌、もう一つは1845年10月27日付、日々新報誌、それぞれの賛美を極める状況がよく一致していたのだ。両件において、死者、1815年の件ではスタフォードという名の老宿女、1845年の件ではエリエーザー・ダーフという名の中年教師、の容貌がむごたらしく変化した。ガラス玉のような目で睨み、付き添う医師の喉を狙って噛みつこうとしたのだ。しかし、さらに不可解なのはこの家の貸し出しを止める契機となった最後の事件だった。患者たちは貧血による死に先立って次第に気が狂っていき、ずる賢く親戚の首や手首に切りつけ命を奪おうとしたのである。おじが多くの話を年長の同僚医師から聞いたのは1860年と1861年のことで、医学実習を始めた直後から前線に向かう前までの間だった。
本当に説明できなかったのは、犠牲者たち、無学な人たちだった。嫌な匂いがして広く忌み嫌われた家はこういう相手に貸すしかなかったからだ。が一切習ったことがないはずのフランス語で呪いの言葉を漏らしたことだ。1世紀近く前の哀れなロビー・ハリスのことを考えさせる話で、これを聞いた叔父は歴史的な資料の収集に乗り出し、復員後のいつ頃かチェイス及びホワイト・マーッシュの両医師に直接問い合わせた。確かに叔父がこの件について熟考していることが私には分かった。また、私自身のこの件に関する興味を喜んでいることも、他人なら笑い飛ばしてしまうような事柄について私が偏見のない好意的な興味を持っていたおかげで、叔父はこの件を議論する気になったのだ。かの想像は私のものを超えることはなかったが、その地が想像力を刺激する類稀な能力を秘めており、怪奇と恐怖の領域における霊感の元として注目に値すると思っていた。私はといえば、この件全体を大変シリアスに捉えたい気がして、早速、証拠を検討するだけではなく集められるものを自分でも集め始めた。1916年に亡くなるまでの間、当時家の所有者であった初老のアーチャー・ハリスと何度も話し、未だ存命の未婚の妹アリスと共に、私の叔父が集めた一家の資料を一通り確認してもらった。しかしながら私がフランスないしフランス語とその家との間にどんな関係があったのだろうと聞いても、二人は率直に私同様よく知らないと当惑顔で打ち明けた。アーチャーは何も知らず、ハリス女子が言うには、ソフルティ・ハリスが、何か古いほのめかしを聞いたということだけは覚えていて、そのほのめかしによっていささかの巧妙が見出されるかもしれないという。老いた船乗りは息子エルカムが戦死した後に念に来たが、彼自身は言い伝えを知らなかった。だが、最初の乳母であるローマリア・ロビンスについて思い出すことがあった。その乳母は、ロビー・ハリスがフランス語で上言を話すのを、不幸な女性の最後の日々の間、何度も耳にしており、それを重視するに足る妙な何かをそれとなく意識していたようなのだ。マリアは1769年から1783年に家族が引っ越すまで生まれた家にいて、マーシー・デクスターの死に立ち会った。彼女はある時子供だったデュティに幾分特殊だったマーシーの末期の状況について何かをほのめかしたのだが、すぐに彼は何かが変だったということ以外は全部忘れてしまった。孫娘にしてもこれを思い出すのがやっとだった。彼女も兄もアーチャーの息子キャリントン以上にその家には興味を持っていなかったのだ。このキャリントンが私が自分の経験を伝えた現在の所有者である。ハリス家の人たちから聞き出せるだけの情報を聞き出したので、初期の町の記録と小書類に目を転じ、叔父が時折示した以上の深さまでそれらを徹底的に考究した。私が得たかったのは、1636年の建築当初、あるいはナラガンセットインディアンの伝説を掘り起こせるならばそれ以前、にまで遡る、問題の土地の包括的な歴史だった。最初に見つけたのは、この地が本来ジョン・トロックモートンに与えられた細長い辞書の一部だということだった。川沿いのタウン街から始まり丘を登っておおむね現代のホープ街にあたる線まで広がったもので、多くの類似した帯状の辞書の一つだった。トロックモートンの辞書はもちろん、後日細かく分割され、私はバック街ない死後のベネフィット街が通ることになる区画をせっせと追跡した。確かにある噂によるとそこはトロックモートンの墓地だったというが、記録を注意深く調べると、墓はすべて早いうちにポータケットエストロード沿いの北共同墓地に移されていたことが分かった。その時突然、あるものに気づき、記録本体ではない。見逃しがちな部分にあったため、これを見つけられたのは本当に偶然の行幸だった。それは事件の最も奇妙な諸側面のいくつかにぴったり符合し、何としてでも知りたいと思わせるものだった。1697年に発行された、エティエンヌ・ルーレとその妻に土地の小部分を貸すという証書である。
ついにフランスの要素が現れた。それと、乱読してきた奇怪な書物の採用から、その名前が呼び起こしたある深い恐怖の要素と、そして私は、1747年から1758年のマニキリ同士によってバック街の一部が直線化される前の地割りを図面にしようと、熱狂的に研究した。発見したのは半ば期待していたことで、現在生まれた家が建っている場所は、ルーレカがかつて建てていた屋根裏付け平屋建てコテージの裏側に広がる一家の墓地に当たっているという事実、及びその墓地を写した記録が一切存在しないという点だった。実際、文書の最後の部分は大変に混乱していて、ロードアイランド歴史協会及びシェプリー図書館をくまなく探し回って、やっとのことで当地におけるエティエンヌ・ルーレという名前が解錠するであろう扉を見出したのだ。その終点で私はあるものを発見した。曖昧ながら周回な重要性を持つもので、私は直ちに生まれた家の地下室自体を綿密に調査するべく興奮を新たにしたのだ。ルーレ家は1696年にナラガンセット湾を下った西岸にあるイースト、グリニッジからやってきたらしかった。彼らは高度出身のユグノーで、行政委員がプロビデンスでの居住許可を与えるまでに随分反対があった。ナントの巫女のリレーが撤回された後彼らがイースト、グリニッジに移ってきたのは1686年のことであり、婦人坊のせいでそこから追い立てを食ったのだ。噂が言うには、反感の原因となったのは単なる人種や出身国による偏見や、他のフランス人入植者とイギリス人入植者との間に起こり、アンドロス総督すら沈められなかった土地争いを超えた何かだった。だが、彼らの熱心すぎるという囁きもあったが、プロテスタンティズムと、湾の南方の家から追い出されてきた時の、見るからに困窮した様子によって町の長老たちの同情を集めることとなった。この町はよそから来た人たちに避難所を授けていた。そして朝黒いエティエンヌ・ルーレは、野良仕事より妙な本を読んだり変な図形を描いたりするのが得意だったのだが、タウン街のずっと南の方にあったパードン・ティリンガスとの鳩場の倉庫で事務の仕事をもらった。しかし、後に、おそらく40年ほど後、ロールーレの死後、何かの騒動が持ち上がり、それ以降一家の消息を聞く者はいなかったらしい。1世紀以上の間、ルーレ家はニューイングランドの単調な生活の中における強烈な事件として記憶され続け、しばしば話題になってきたようだ。エティエンヌの息子ポールは不愛想な奴で、この人物の常軌を逸した振る舞いがその一家を消し去ることになる騒動を引き起こしたのだろうし、また憶測の源ともなったのだろう。そしてプロビデンスは隣町の聖教徒が起こした魔女狩り騒ぎに組みしなかったものの、年取った主婦たちは、かの祈りは適切な時に挙げられておらず適切な対象に向けられてもいないと好き勝手にほのめかしていた。疑いなく、こういったもののすべてがマリア・ロビンスが知っていた言い伝えの基盤となったのだ。ロビー、ハリスや他の生まれた家の住人が口にしたフランス語の上言とそれとの関係が何だったかは、想像するかあるいは今後の発見に待つしかない。私は、その言い伝えを知っている者のうち一体何人が、私が広範な読書から知っていたある恐怖との間に存在する付随的な関係を分かっているのだろうかと思った。身の毛のよだつ恐怖の年代記が物語る、高度のジャック・ルーレなる存在のことである。この者は1598年に悪魔付きとして死刑を宣告されたが、後にパリの高等法院によって家刑を免れ、伝教院に閉じ込められた。彼は、一人の少年が二頭の狼に食い殺され引き裂かれた直後に、森の中で血と肉片に濡れているところを発見された。狼の一頭は無傷で逃げ去ったのを見られていた。なかなか結構な路端の階段であり、名前と土地に関して奇妙な重要性を持っている。だが、私は、プロビデンスで噂を立てていた人たちは総じてこれを知らなかったはずだと判断した。もし知っていたなら、
この名前の一致が彼らを過激かつ怯えた行動に走らせただろうし、狭い範囲で噂が囁かれた途端に最後の騒動が持ち上がり、ルーレカを町から消し去るようなこともなかったのではないか。今や私は、その呪われた場所をこれまでにも増してたびたび訪れるようになった。庭の病的な草木を研究し、建物のすべての壁を調べ上げ、地下室の土の床を数センチごとに凝視した。ついに、キャリントン・ハリスの許可をもらって、使われることのなくなっていた地下室の扉に鍵を差し込んだ。それはベネフィット街に直接開いている方の扉で、暗い階段や1階のホールや表扉を通るよりも、即座に外界に出られるこちらを好んだからだ。私は、病的な感じが最も濃厚に潜んでいるこの場所、日の光が地面より上になっている蜘蛛の巣だらけの窓越しに差し込む午後の間中探し回った。静穏な表の歩道から1メートル以しか離れておらず、私との間には解錠したままの扉があるだけだということが、ある種の安心感を与えてくれた。努力は報われず、新しいものは見つからなかった。同じような気を塞がせるカビ臭さと、かすかに感じる有害な匂い、及び床に描かれた小石の輪郭だけがあった。たくさんの歩行者が割れ窓からこちらを見ていたに違いないと思う。とうとう、おじの提案で私はその地点を夜間当たってみることにし、ある嵐の深夜、変わった形が見え歪んだ半輪構成の菌類が生えるカビ臭い床に、懐中電灯の光を向けた。問題の場所はその夜私を奇妙にぐったりさせ、白っぽい堆積物の中に、少年時代から感づいていた、二つ折りの形がはっきり見えた、あるいは見えたと思った、時には、ほぼ心の準備ができていた。その明瞭性はこれまでに見たことのない驚くべきもので、監視しているうちに、何年も昔のあの雨の日、私を驚かせた薄く黄色っぽい明滅する蒸気を再び見たと思った。暖炉の脇にある人形をしたカビの斑点の上に、それは立ち上っていた、かすかな、病的な、ほとんど発光線ばかりの蒸気が、湿気の中、打ち震えながらしだれていくと、曖昧な、衝撃的な形を暗示し、次第に崩れ漠然とした雲のようになって、激しい悪臭とともに大煙突の闇の中へと流れ込んでいくのだ。本当に恐ろしかった。その地点のことを知ってるだけになおさらのこと。逃げようとする心を抑え、私はそれが薄れていくのを監視した。すると、それを見ている私のことをそれ自体が、外見上というより想像上の目で貪欲に見つめ返しているような気がした。このことをおじに話すと、彼は大いに刺激され、1時間の緊張した熟考の後に、明快にして断固たる決断に至った。彼は事件の重要性及び我々とそれとの関係の重大性とに鑑み、我々は二人してかのカビ臭く菌類に呪われた地下室に、一夜または連夜張り込んでみるべきであり。さらに可能ならば、その家に根付く恐怖を打破すべきであると主張したのだ。